お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、ちょっとねバトルはしないんですけども、こちらのね新シーズン大会がまあありまして、まあ終わったんですけどね、そちらでね、まあ世界5位、世界ですね、世界、まあ誰でも参加できる大会でまあ5位にね、まあなったんでね、そちらはね、まあ結構リプレイにはなるんですけど、そういうのね、ちょっと見ていけたらいいかなと思います。はい、てなわけで、まあこれは僕はですね、基本的にこの31デッキを使ってやりました。まあ36勝の、まあ、5敗で、まあ40戦ぐらいやって、まあ30戦ぐらい多分三十四ですね。30戦ぐらい三十四で、残り10戦ぐらいをまあいろいろ変えながらやったんですけど、よいしょ、多分リプレイがほぼ残ってますね。一番上はマルチで、それ以外ですね、これ最後2連敗しちゃった感じとかで、まあいろいろね、こうちょいちょいデッキ途中変えたりして、まあやってて、ほぼこう30試でやってます。ってなわけで、まあ、この辺からまあ20の後半とかだと思うんですけど、こうやってね、ちょっと、これはちょっとあれですけど、このデッキがなかなか悪意があるかもしれないんですけど、まあ、こんな感じでちょいちょい変えつつ、まあ、基本的に30試をメインで、はい、今回やりましたっていうわけで、まあ、リプレイを、どれを見ようかな、このチエンロイス、このロイジャイの人が、この新シーズン大会3位なんですけど、このプリンセサ、プリンセサって方がこの3位の方なんですけど、この人がめちゃくちゃ上手くて、この人マジですごいんですよ。マジで上手すぎたんですよね。上手すぎて、まあ、それ後でまあ見るんですけど、この負け試合をね、それちょっといろいろお話しつつ、これ負け試合1個で、この5例のでの負けは結構ボコボコにされたんで、いいや、はい。でこの30死で対5例2つ目で、これロイフグ迫撃で30死は結構これ相性勝ちだったんで、まあ、なしとして、これですね、迫撃ロイフグ、僕が最近結構気に入ってるデッキなんですけど、まあ、この反撃でこのボーラーね、ボーラーナンバーワンちょっと見た目きつそうなんで、それと、まあ、結構実際きついんですけどね。あとはこの5例はなんか相手がなんかラッキーで勝てた。でこれやばくないですかっていう。これ30勝ぐらいですね。30勝ぐらい。普通にトップ100ぐらいかな。いや、わかんないですけど、まあ、30勝とかで、この、アイゴレラバディガ。これ、えぐいデッキを使ってる人がいて、しかもスケルトンタルユキ。でもこの人、なんか、実際にこれを使ってるっぽくて、しかも7000いってて、なんか、えぐいデッキだなと思いました。はい。で、まあ、この辺もロイとかペッカとか当たりつつ、まあ、これさっきのやつですね。まあ、これ、まあ、言ったらスナイプっちゃスナイプなんですけど、まあ、当たったらいいなぐらいできました。はい、まあ、てな感じで、まあ、さっき言ったメインの上4つぐらいのリポをね、見たいと思うんですけど、このなんでじゃあデッキ変えてるのって思うかもしれないですけど、この大会って、こう、結構勝利数上げるごとにね、どんどん、その勝利数、自分の勝利数と近い人がやっぱマッチングするようになってて、逆に、離れてる人とマッチングしないんですよね。なんで、こう、ランキングに乗っちゃった時に、こう、誰かがバトルしてるなって分かっちゃうんですよ。そしたら、その人がバトル終わった瞬間に、あ、この隣とかだったら俺当たるわって潜って、その、あ、この人さっきこのデッキだったよなっていうのが分かっちゃうんですよね。分かっちゃうんですよね。なんで、まあ、そこをね、じゃあ、この人当たるから、このデッキで行こうみたいなね。まあ、いわゆるスナイプっていう相手のデッキに対して、相性のいいデッキを、持っていくっていうことが可能になっちゃうんですね、この新シーズン大会って。なんで、まあ、しかもその勝利数がこの近い人しか当たらないっていうので、結構連続でマッチングっていうのはすごいしやすいんですよね。3回連続でマッチングとかも結構よく話を聞くんで、まあ、僕はあんま3回はないですけど、2回連続とかね、よく聞くんですけど、あるんですけどね。はい、なんで、まあそれを狙ったと言いますか、まあ来たらいいな程度でも、そのこの相手の XEL2 さん、これ僕サブアカでもそのブロ大会やってて、サブアカでもこの人に負けたんですよ。サブアカでこの人にも負けて、しかも本アカでこの人にも負けて2連敗してて、うわマジかよと思って、結構カリカリしてたんですよね。だからさすがに2連敗した人に1罰ぐらいつけたい。っていうね、ちょっと悪魔ラットが出てきてね、ちょっと、ね、これで倒そうかなっていう相性いいデッキを持っていきのって感じですね。まあ当たったらいいな程度ですけどね、結構本気で。
多分ちょっとカリカリしてたんでね、そこやりに行きました。はい、なんでまあこういうことが実際にありえますね。逆に相手が出来変えてたりとか、はい、ってなわけで、まあ、ちょっと見に行こうかな、見ていこうかなと思います。はい、ってなわけでこれ、この白撃ローフグで、まあ、相手がね、このバルーンデッキの試合をね、見ていきたいなと思います。で、まあこれは、これ僕がずっと30使ってて、この相手のなんか異常なほどにね、おっとおっとよろしく、これ泣いてくるんですよ。めちゃくちゃ泣いてきて、僕が30使ってたんでずっと。相手は僕のデッキが30石だって多分分かってたんですね、ここで。30石だと思ってたんですけど、僕はたまたまデッキを変えてて、相手30石デッキな、あ相手は、その30石デッキに結構きついデッキなんですね。このボーラーバルーンフリーズっていうのが、そのエリポンをまず壊せなくて、30石に対応するのが、しかもフリーズなんで、30石の処理がなかなか難しいっていうので、僕のデッキが30石だと思って、うわぁ、マジか、辛いなぁっていう、泣くスタンプをめっちゃしてきたんですよね。けど、この瞬間に、お前30石じゃない、吐き気や、相性いいわーっていう、グッドゲーム。俺勝ったわーっていう、相手のグッドゲームですね、マジで。この瞬間に、30石だと思って、相手泣いてたのに、急にね、あれ吐き気、あれ相性いいや、みたいな感じの対応をしてきましたよ。多分そうだと思いますね。結構よくあるやつですね。で、まあ、これ結構、なんだ、迫撃で攻めに使っても、結局、ボーラーとかで ボーラーとかで受けられて、攻め通らないんで、基本的に迫撃はあんま攻めには使わないですね。で、ロイフクも別に、トリネで吸われたりして、ダメなんですけど、今の始めのさっきのアーチャー追加は、あれですね、その、トリネで、キングに、キンキードさせない追加アーチャーですね。で、今のも、ちょいとずれてるけど。今のも絶対フリーズ来るっていうのもね分かってたんで、ちゃんとスケルねインドラ処理して、でまあトルネさっき使って相手がまだ回ってない間にロイフグ飛ばして、確実にね、まあ、ボーラで処理されちゃうんですけどダメージ与えてきます。はい、でここのボーラとかも棒処理が若干難しいんですけど、ここでね相手この右側のダメージあんま受けてないんでね、ダメージ受けてあげることによってアーチャーだけでね結構いい感じに処理できる。でここはなんで俺迫撃置いたんだろうって感じなんですけど、相手がたまたまインドラ出してくれたんで通るっていうね。これは正直あんま良くなかったかもしれないんですけど、まあちょいラッキーですね。でこのボーラーはしっかりタルババとかで抑えつつ、タルババの位置がね悪かったんで、アーチャーとタルババのババが両方処理されちゃうっていうのあったんですけど、でここで相手のバルーンにロケ打ちたいんですけど、ベビが結構厄介だったんで、迫撃でバルーンを内側に寄せてからのロケでね同時に処理するっていうのをやりましたね。ね、はい。でここはもう正直そのボーラートルネで防衛されると分かってるんですけど、逆にボーラートルネで8コス使ってくれたら美味しいんでね、ロイフグ攻めてこれしっかり防衛してきますね。アーチャーがね、最近すごい強いなと思いました。で、これロケ打ったんですけど、このロケは正直ワンチャン持っていかれますね。けど、ここで相手がランバーバルーン攻めてきて、ランバーバルーンで攻めてくるけど、俺のロイフグの方が結局早くねって思って300なんだよね。さすがに防衛できないんで、速さ対決で最後勝ちに行きましたね。まあ、最後僕は雪玉打ってまた防衛もできてたんで、まあ、って感じで、基本的にバルーンにロケを徹底して、最後の最後にはまあ削りでいいかなぐらいですね。初めからもうケツボーラーとかにロケットとか打っちゃうと、あ、その瞬間に攻められてやられちゃうんでね、フリーズパッキンで、まあ、なんでできるだけ序盤はしっかり引きこもってロイフグとかタルババとかで、まあ、チクチク削っていく感じかなと思います。はい、てなわけで、今度は30石、もともと僕30石結構、まあ、使ってた時期があったんで、意外と、まあ、自分でめちゃくちゃ使えるとは思ってないんですけど、まあ、若干得意かなぐらいでは思ってるんでね、今回30石を使ってほぼ30石メインで、まあ、やりましたね。はい、でここ、まあ、30石はな、なんだろう、結構相性差がはっきり
しちゃってる感はありますね。まあ、エリポン置いた時に相手が何もできなくて、たまたまラッキーで勝てるとかもあるんですけど、まあ、相性が意外としっかりしてて、あの、ね、ジャイのファイブザップとか来ると結構泣きたくはなっちゃいますね。なので若干のウィン要素も入ってくるんですけど、まあ、基本的にその、なんだろうな。なんだろう。まあ、でも上手い人はやっぱそういうのにも勝ったりするんで、はーいって感じですね。でもちょっとあれですね。こう、ちょっと沼ってるんですけど、このプレイ。相手のメガゴを工場で釣ろうとしてミスって、まあ、縦線来るって分かってたんで、アイゴラ前につけようとしたら、それもね、ミスるっていう。ちょっとやってる。ちょっとやってる。で、ここも相手がなんかやってる。あれっていう。お互いちょっと、沼っぷがあるんですけども、まあ、こっからですね、ゴレの防衛とかを見てもらえればいいかなと思いますね。ここで、相手まだライトニング回ってないんで、リボン来ますね。同時ぐらいでゴレが出てきて、まあ、ここの防衛すごいむずいんですよね。ゴレ側は逆にここで1本落として最後引きこもりたいっていう思いと、三重師側はエリポンいたからここで1個守りたいっていう思いですね。守ったら勝ちまでありますね。ここで僕はその三重師出したかったんですけど、このケツダクプリをしたのは相手がユニットなかなか出してこなくて、ずっとライトニング構えてたんですよね。だからなかなか出せなくてコスト溢れるんで、三重C で防衛じゃなくて、今回ユニットでこう、な感じで防衛にしましたね。まあ多分、三重 C じゃなくてユニットの防衛の方が結構いいのかもしれないですね。結構、なんだろう、早めに三重 C、もうちょい早めの段階で出せたなら出して、アイゴレとかで飛来死んでもいいんですけど、今ぐらいの三重 C 出した瞬間に相手がずっとライトニング構えてたんで、ライトニングパンパンと打たれたら、三重 C のマスキ一体だったらどうしても防衛できないんで、なんか三次だけで守れそうにないなって思ったら、普通にね、今みたいな感じガゴムレとかユニットで処理する方がいいかなと思いますね。800まで削られてますけど、言うて相手はこの800がしんどいんだよね。で、ここで相手がケツゴレをしたんですよ。これはもう行くしかない。8ヤードっすからね、これ8ヤード。相手今8コス使ってるんで、8コス分有利に立ち回れますね。ここはもう、はじめ三死して、もう、やりにですね。やりに行って、まあ、このまま、最後、相手が陸受けなくて、入った感じですね。まあ、結構、まあ、ギリギリっすけどね。マジでギリギリっすけどね、これは。これは、相性、どうだろうな。相性は、五分でうまい方が勝つ。むずいっすけどね。むずいっすけど。たまたまガゴムネがベビドラとかでやられちゃうと、すごい苦しくなるんですけど、まあ、相手が結合してくれたのがすごいラッキーでしたね。ってわけで、最後これね、まあ負けリプにはなるんですけど、このロイがエグうまかったんですよ、この人。エグうまかったんでね、この 3vs ロイを見ていけたらいいかなと思います。え、マジでうまかったんですよ。これ負けた後なんでね、僕怒ってますね。だからワンチャン同じでまたね、マッチングするかなと思ったんですけど、したくないなと思いつつ、三重師ならまあ勝てるんじゃないかなと思い、まあ、三重師でいきましたね。でもここな、なんかここのあれでガンガン咲いてくるんですよね、メガゴとベビードラ。よいしょ。もうこれ僕は対空ないんでダークプリでこんな感じで、ね、受けますね。でこれはアイゴレで逆サイユーザーでよかったんですけどワンチャンタルババがついてこないんじゃねっていうなんか不安抱いたんで、同祭に合わせましたね。そう、エリポン置きたいんですけど、まあ、置いたとてライトニング打たれるっていう。で、ここやっちゃったんです。三重子これセパしてたんですけど、その三重子にライトニング出してエリポンを生かすっていうのをやろうとしたんですけど、今のは相手がワンチャン一側にロイジャイ出してきて、ロイビビドラメゴゴの形できてたんで、そうなってたらもう終わってましたね。なんで若干ラッキーでありましたけど、相手の防衛が綺麗ですね。でここでまあエリポンかな、オッケーだ、まあライトニング打たれるって感じですね。しかも相手こう待ってますね。エリポンどうせ置いてくるだろうっていうか、まあ、はい、多分そんな感じかなと思います。でこっからなんですよね。僕の工場は墓石で通んなくて、ガゴムレもトルネアイスイズとかトルネベビとかベビドラで処理されちゃうんで、
からの立ち回りがむずいですね。マジでむずい。なんですけど、まあ、とりあえず咲いていく。で、ここで多分30指展開かな、普通に。メガゴに2で、はい、展開して、まあ、このメガゴを美味しくいただけて、結構これいい流れだと自分で思ってたんですよね。これだって右側に、と左側左右振ったらって思ったら、相手2体側に、あ、ここだ、ここだ、ここだ、ここ。ですね、ちょいと。喋りたいことがありすぎてむずいですね。今相手は2体側にライトニング打ったんで、あ、僕はラッキーだな、美味しいなと思って、ライトニングじゃあ打ったから左側、あ、ライトニング打ったから、まあエリポン起きるって思うじゃないですか。エリポン起きるって思って、ここで起きたかったんですけど、相手が端前でこの、ね、ベビドラを出してきたんです。ベビドラを出してきて、ここでもしエリポン置いたら相手に端前ロイされて、ベビとアイスイズがいて、もう防衛できずに負けちゃうんですよ、僕は。だから、相手のこの端前ベビーの一体によって、僕は、ここでエリポンを置いたらダメっていう状況に置かれたんですよね。で、このまま、綺麗に処理されて、そう、だからこう、一回受けるしかなくて、このまま、ロイ出されて、まあ、エリポン置いてたら完全にやられてましたね。なんでこんな感じ守るんですけど、その相手が結構その、このベビー一体がうまいですね。エリポンはもう置けなくなりますね。置いたら相手の勝ちだしみたいな。で、守るしかなくなって、ここも、また受けから、もう受けから。3指展開。ここで迷いますね。ライトニングあるんで、もう固めて、平井心して、で、ここもワンチャン僕勝ったと思ったんですよ。平井心して、マスク2体残ってるんで。こんなんもう、だって、工場立てしたらメガゴもベビドラも美味しくいただいて、追加でガゴムレとかしたらもう勝ちだと思ったんですよ。けど、ここで僕が工場出すのも、もう今出してればよかったんですけど、ここで、この攻め取るんですね。僕が工場置くタイミングぐらい本当にかぶさって、攻め取るねで、このベビドラとアイスイズによって僕の2マスケが処理されて、この工場がね、美味しくいただかれるっていう、このマスケを残そうとした雪玉も無駄に終わり、相手の引き付け取るによってもう全部持っていかれましたね。これ絶望ですね。なんで、なんだろうな、攻め、このチャンス、僕からしたらすごいチャンスなんですけど、相手が30死2体にライトニング打った時とか、けどそこでエリポン置かせないようななんか感じのユニットを出されたり、まあ、攻めさせない、相手に僕がしたいことをさせない立ち回りをしてきたんで、それがすごい辛かったですね、僕からしたら。いやー、これも苦しいですけど、ってな感じで、まあ、負けましたね。相手の立ち回りが単純に良かったですね。あのトルネでマスケに対処理するのもあそこしか逆に僕は勝ったことないですからね。僕の唯一の勝ち筋を確実に相手は攻め取るねで、まあ、潰してきたっていう感じですね。なんで、まあこの人に負けたのはしょうがないかなと思いつつ、5位っていう結果でね、ちょっと悔しい思いしたんでね、マジでいつか1位取ってみたい。ちなみに今5位6位18位なんでね、こう一桁、まあ、1位をねいつか取りたいなと思ってますんで、まあこれからもね、はい、クラルリーグもありますし頑張っていきたいなと思います。ってなわけで、今日はちょいとバトルしてないんですけど、またね、30指導画とかも出されたらいいかなと思いますんで、今後もお楽しみください。はい、では、終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。